はい、こんにちは、大島です。それではですね、実際にではどういうふうに動画を撮っていくのかというようなことを、具体的にね、お話ししていきたいと思います。まずはですね、このハウツー動画というところなんですけども、動画でもね、お話ししたハウツー動画。要は、ためになる動画ですね。お客様に、ベネフィットを与える。役に立つ動画、お役立ち動画を、作っていきましょうというところで、今回はお役立ち動画の作り方について、ご説明していきます。まずはですね、ちょっとこれを軽く見ていただきたいんですけども。皆さんこんにちは。茨城県笠間市ボヌールの松本美智子です。今日はホットタオルとクレラップを使って毛穴の汚れを取り除いていきたいと思います。自宅で簡単にできる方法で、かつ優しく取り除ける方法ですので、ぜひ皆さんもやってみてください。まず毛穴の汚れを取る前にクレンジングをしっかりしてください。クレンジングをして、洗顔をして、それからもし角質の上に、まず私をしっかりとつけます。トナを、お肌をベラップを、このような感じの、ハウツー動画、あともう一つ見てください。皆さんこんにちは。美ボディメイキング、美尻、美脚トレーニングの B ポジションをやります。まずこのように下向きになってください。1番は体格の背筋を鍛えていきます。左手を上げて右足を上げます。1、2、1、2、これを3から過ぎても良くない。で、して結構きついんですけれども、はい、このようにですね、ハウツー動画というお役立ち動画ですね。前の動画でも言いましたけども、自宅で簡単にできるとか、あとは誰でもできるとかね、そういうのを今みたいな感じで撮っていきます。で、実際に、店舗の方とかね、そういう方に関しては、実際の店舗で撮っていって全然構いませんので、こちらで撮って、で、一番最後に先ほどのような、エンディングですね、お店の情報っていうのを入れていくと。いうことです。で、今のを見ていただいて分かる通り、テロップとかね、変な、余計な編集とかは別にしてないですよね。それでも別にそんなに全然変ではないですし、それで全然十分だと私も思っています。はい、で、こういうようなね、自分の店主さんですね、オーナーさんが出るというのが、ちょっと嫌とかね、ちょっと恥ずかしいとか慣れてないっていうのであれば、このように慣れてるスタッフさんっていうのを使うっていうのも一つの手ですね。スタッフさんだったり、ちょっと目立ちたがり屋なね、お客さんとか、そういうのでも全然いいと思います。なので、自分できなかったら人にやってもらったりっていうのも全然可能ですので、このようなね、ハウツー動画っていうのを、撮っていってほしいなと思います。で、さっきもね、これありましたけども、この失敗、失敗したり、ね、間違えたりするっていうのも、最初の方は間違えましたみたいな、ね、感じで全然映しちゃって大丈夫です。そういうのも、ね、実際愛嬌で、完璧すぎる人ってちょっとムカつくみたいな、そういうとこあると思うんですけども、そういうような感じでね、ちょっと間違えてしまいましたとかね。で、最初っていうのは、動画っていうのは絶対に最初からうまく撮れるわけでもないので、私自身もね、今は普通にセミナーとか、そういう、動画とかでね、映っていますけども、初めはね、全然もう、普通に自分がビデオカメラ向けられた状態なだけで、頭が真っ白になってしまいましたし、ましてやね、誰か他に人がいたなんて言ったらね、絶対にもう恥ずかしくて、動画なんて撮れなかったですけども、結局それはね、慣れですんで、この方もね、最初はずっと、恥ずかしかったと思います。ただ、数を取っていけばね、絶対慣れてくるし、喋りもね、だんだん得意になってきます。それで、話し方と
とか、あとはまあその台本みたいなものをね、あの用意してやっていくということも全然いいんですけども、台本をね、読まずに、台本をある程度ね、喋る内容を決めて、いきなりね、取っていくとかっていうのが実際一番近道だったりします。まあ、要は数をね、こなすという意味なんですけども、こういう感じでね、自分の、お店だったり、自分が教えられることっていうのをこのような感じでね、取っていきましょう。で、よくあるんですけども、皆さんが質問とかね、あの相談とかで、やはりその、こんなことって喋っていいんでしょうかとか、こんなこと誰でも知ってますみたいなことがあると思うんですけども、そういうのも全然ね、OK です。で、実際に皆さんが、教えていく人っていうのは、本当に無知な人なんですね。無知な人に教える。ので実際に他のねもっと、プロ級のねあの高級なエステサロンだったりとか、まあ、高級なお店だったりもっと自分より格上の業者さん同業者さんがもっともしかしたらレベル高い動画を撮ってるかもしれない、もしくは、ちゃんとねした業者に頼んでもらやってもらってるかもしれない。でもそれは関係ないです。あなたが提供するお客様、あなたのお客様、あなたのお店に来る、あなたの商品サービスを買うお客様っていうのは、とても専門知識がない方です。で、初心者の方ですよね。基本的にお店に来たりとかしてね、施術やら、商品サービスっていうものを提供する時に、あ、それ知ってますみたいなね、言う人いないですよね、実際に。言う人いないだろうし、あ、それ、他でも聞いたことあるし自分でもやったことあるんですよねみたいなというのはないと思うんですよね。なので同業他社のことは絶対に気にしてしまってはいけません。他の人がこんな綺麗に撮ってる、他の人がこんなあの喋り方がうまい、他の人がこんなことやってるっていうのは本当に気にしないでください。動画を見ているのはあなたのお客さん、うん、で上を見たらキリがないし、その人たちだって上手に撮れてる人たちだって結局最初はねあの絶対苦労して練習して慣れるまで頑張ったはずなんです。いきなりね上手な人は必ずいないんでね、いきなりこういうのを撮れる人はね、はい、なので、初めは、題名を作って、例えばですね、こういうようなんですね、まあワードでもメモでも何でもいいんですけども、このじゃあテーマを何にするかっていった時に、今のは、簡単にね何々できる何々とかね、こういうふうに項目を作ってほしいです。例えば今日何を喋るんだって言ったら、自宅で簡単にできる、まあね、わかんないですけど、まあこういう感じでね、あの項目を作っていくんですね。何を取るか何を取るかっていう形で、うん、こういうふうに、作っていくということですね。で、ある程度テーマが決まったら、そのテーマに沿って取っていくということですね。で、今の構成とかっていうのは、このハウツー動画に関しては、そんなに気にしなくて大丈夫です。あの、ハウツー動画っていうのは本当にお焼き立ち動画なんで、そんなにプロっぽい。やつを取らなくても、要は親近感だったり、そのリーチ数だったり、うん、いかにその動画を拡散するか、いかに検索エンジンに露出するかっていうのが、ハウツー動画のものですので、実際にそんなに素晴らしいね、ものを作らなくても大丈夫ですので、今みたいな感じで、まずは今日は何々をします。今日はどんなことを喋りますね、これですね。今日は、についてお話ししていきたいと思います。まずはこれを用意しましょう。まずはこれを、次は、これをやりましょう。その次はこれをやりましょう。で、まあ最後には、あなたも、ご覧の皆さんもぜひ。見てみてくださいね。それではありがとうございました。はい、まあこんな感じでね、あの構成すればいいと思います。はい、ハウツー動画に関しては、本当に、簡単にね、あの作れますんで、ぜひどんどんね、数
本当に数がやればね、うまくなるし、数やった方が、検索エンジンにね、露出できる可能性が、その取った分だけ、出て、検索エンジンに上がる可能性が高いですので、これはもう本当にいくらあっても、いいです。何個取ればいいんですか？できるだけいっぱい取ってくださいっていう感じですね。はい。なんで、ハウツー動画に関しては、本当に簡単なんでね、こんな感じで、どんどん取ってね、どんどん簡単に編集でいいんでね、最後に、自分の、店舗の、情報とかっていうのを載せるだけで十分です。詳しくのね、編集方法とかっていうのは、この後の動画編集編でお話ししますので、今回は、作り方、概要ですね、っていうものをお話しいたしました。はい。それでは今回も動画見ていただいてありがとうございました。